つぶってるか。じゃあこのまま渡します。このまま渡して開けてもらいます。そうしましょう、そうしましょう。ちょっとラッピングとかしてないんだけど。あ、全然ありがとうございます。おめでとう。なんやろ。オルゴールのオルゴールの正解。俺らの出囃子を入れたオリジナルで作ったオルゴール。いらんなんだ。なんやろ、全然想像できへんな。アマゾンエコーや。違う。いや、アマゾンエコーや。おめでとうございます。すいませんね。いや、でもほんま、ガチで欲しかったやつよ、ほんまに。一回、エリオン、そうですね、エリオンで、いろいろ考えたのよ、その、エアコンはリアルじゃないと。あ、まあね。ほんで、家具、食器棚なんて、もう趣味あるし、まあ、むずいと、はいはい、テレビ、まあまあ高いし、でもうそのエアコンとかもそうやけど、持って帰られへん、まあね、まずエアコンもこうはできへんけどな。そうビーズクッションも見たんですよね、なんかええのなくて、ほんでもう荷物なるしなみたいな。もう荷物なるんがでかい、撮影した時にめっちゃうろうろしてるやん、ほんで、そのどうすんじゃ、結局じゃあもう渡しやすいのってこれやなってなって、サイズ感的に。そうそうそう、はいはいはい、ほんで洗車場を買った足で、洗車場さっき、そうそう洗車場さっき、洗車場さっき上の階から染めたかった。ああ、ほんで行ったん、はいはい、ほんで売ってたんですよね、ほんなら、売り場にはあってんけど、売り切りやってん。あ、エディオンで。そうね、人気で。そうそうそう、ほんでビッグカメラ行って、はあ、ビッグカメラにはまだ余ってない。あ、じゃあちょっとはしごをしていただいて。そう、家電量販店を色で揉めてね。揉めましたね。白がええんか黒がええんか、男は黒やろ。でも渡辺さんの家は白貴重でした。そうですよ、キッチン白多かったですね。そうですよ、お付き合いして、気合して。俺負けて。あ、で白で。白で白。あー、もう完璧です。なんかキッチンが白っぽいから白の方がいいんじゃないかみたいな、あの料理中に使うんであればみたいなんで、あ、じゃあそれがいいっすねってなって。やめ。白にして。じゃなんか揃ってますわ。開ける。開ける。アレクサ。アレクサ。このワンちゃんの名前？アレクサ。違う。ワンちゃんの名前じゃなく。どうすんの、何に使うのこれ。時計もあるし、音楽かけてって言ったら音楽なるし、なるし、な、何しよう、開けへんの。全然開けへんの。あ、ここ貼ったある。貼ったある。あのさ、新しいの開けるの好きよ。新しいの開けるの。あー、すごい。うわー、いや、もうなんでそんなことする。うわー、あ、サイズもちょうどいいわ。なんか思ってた感じじゃない。ほら、スピーカーみたいな感じなんですね。スマートスピーカーですからね、もう完全に。ほら、ここがもう全部スピーカーなってるし、ほんで、テレビのそのアマゾンのやつと連動させて、要はこっから音楽が聞こえるから、そう、だからキッチンでこっから音聞こえるから、ちょっとテレビ離れてるんですごい聞きやすい。まあ、充電器だ。へ、そう。ほんで、音楽なのこれ。結局音楽用スピーカー、映像も見れるんですか。見れます。動画とかも。多分アマプラ見れます。ネットフリックスも見れます。だから映像、その料理動画を見ながら料理作れるっていうの。そうそう。そうなんや、めっちゃええやん。よかったね。いいでしょ。そうそうそう。ええやん。よかったね。だからほんまにそれこそ、そう。だから、
スマホ見ながら、料理レシピを見たりするんですけど、なかなかやっぱり手が汚れるんで、そうだからこういうのがあれば見やすいですし、そう料理もはかどるっていう、ね、いちいちこう手洗って見ないから、よかったね。うん、いや助かります、本当に。アレクサ練習しろ。まあまあそんな感じ。なんか奥さんがなんかもらえちゃうみたいなんで、色めきたって買ったっていうのを聞いてさ、いやこれ鍋さんだけやからいいんかなとか思ったんですよ、僕。いやでもね、からこっからはもう本音言いますけど、ちょっとねあんまり良くない、本当に。そのいろんなもんもらえすぎて、もらうことが当たり前になってしまってる、本当。次何もらえるんかな、あのスイッチ入っちゃってるから向こうが。良くない、本当に良くない。いいんじゃないね、まあまあお返ししていけばそうですね、お返ししていけばもらった分どっかで何かいいかお返しして、ね、ヤマピーさんの顔も分かってないのに、ヤマピーさんはいつくれるんかな、エアコン。だから、うん、もう嫁、いかれてんの。いや、だからね、運がね、すごいいいんですよね。だから、もらいもんの家電とかがいっぱい、いっぱいやから、今。で、めっちゃ最新型とか、そうプレゼント、なんか、電子レンジ、なんか、トースター。トースターももらったよな。グラファイトースターって言って、ほんまにいいトースターも もらいもんで、いただいて、そうそう。わけわからない。ちょっともう愚痴になっちゃうけど、使わん、あんまり使わんといてな。私のやから あんま使わんといてない。ジャケットの話、ジャンバーの話、それジャンバーとかのやつや、そのジャンバー私のやから、あんま気にといてみたいな。パーカーとかの話、そう、うん、みんなも思うやろ。私のやからってエグいな。結局トースター以外で使えるんですよ、そのごめんなさいね、全然トースター以外ですごいいろんなことができるのに、なんか使いにづらいなって思って、いまだに料理動画上げれてない。それを使って、それを使って、え、なんで使ったらええやん普通に。いやいや、まあ、奥さんおらん時にバーンって勝手に使って、勝手に使ったん、バーンって開けて、うん、で匂って使った。いやいやいや、そんな見つかり方ではないけど、ではないけども、そう、そうなんや、そう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 、まあまあ面白いね。まあ、いや本当にね、どこまでいけるか行こうぜ、もらえる。いやいやいや、あんまマジでここまで行ったら、くないね、どこまでいけるか。いや違う違う、もういや次テレビ行こう。なんかで、いや違う、一銭も払わずに。いや俺今日でもそのコストコ行ってその2万何本の見たことに、こうだろうかなって思いましたもんね、このぐらいやったら。このぐらいだったら全然ね、うん、あ、ほんで部屋何個かあるって言ってたから、別にそのあんまり気に入らんテレビなんやったらリビングじゃなくて違う部屋でサブみたいな感じでも使えるかなと思って、マジでちょっと一瞬思った。まあそのなんてテレビに関しては全然、そう、まあ、2台あっても3台あってもええやん、部屋があんやったらええやんか、そう、うわミスった、ちょっと他見とこわ。いやいや、もう大丈夫、どこまでももう大丈夫です、もうなんかスイッチ入った本当。いやいや、じゃあなんでスイッチ入んねん、もらいもんで鍋さんって完成させる。ちょっと興奮してんじゃん、そっちが。こっちの方が興奮せなあかんの。エアコン行っていかついてるな。いやいや、エアコンほんまによくない。エアコンもらいで、エアコン誰か、もうこれボケでエアコンください。よくないよ本当に。エアコンかテレビください。エアコンかテレビください、鍋さんに。どんな動画やねん。もらいに行きます。うん、受け取りに行きます。設置するのもむちゃくちゃ難しいでしょ、エアコンなんて。まあまあこんな感じ。ありがとうございます。でもこれは本当に使います。ヤマピーさんとここからなんで、はい、はい、ありがとうございます。早速これちょっと使わせてもらいます。はい、はい、サイン書いとこか、俺の。なんで俺とヤマピーさんの。いらん、うん、別に画面じゃなかったら全然いいけど。
はい、はい、またなんかね、家電増え、家具家電、増えたら教えてください。はい、はい、じゃあ今日は以上です。どうもありがとうございました。